モルクロー。 さすがに緑川の方がまだ鋭いぞ。久我隊員が防戦一方、橋を渡っての逃げ切りも選択肢にあるか。捕らえられた久我隊員どうする。 一つでも相手の強をつければ、そこで殺し切れる。さらに組みつく。川に押し出す狙いか。しかしこの距離なら村上隊員にはスラスターがある。一緒に落ちる日か。 水流に振り回される。こいつ水中戦を。トリオン供給機関破損、ベイルアウト。ベイルアウトしたのは鈴なり第一村上隊員。